皆さんこんにちは。都市ボランティア感染症予防対策研究会顧問の三宅と申します。今日は皆さんが安心してボランティア活動を行う上でぜひ知っておいてほしい3つのポイントを紹介したいと思います。皆さんがコロナだとか感染症にかからないために手洗いやマスクがとても大切ということはもう知っているかもしれません。しかしもっと大切なことは実は自分自身の中にある防御力、つまり免疫力っていうんですが、免疫力を下げてしまうようなことを取らないってことが大切になります。今日は免疫力を下げないためにぜひ皆さんに知っておいてほしい3つのポイントについて紹介していきます。1つ目は食事。食事でぜひ気をつけていただきたいキーワードはバランスになります。例えば量に関しても食べ過ぎたり、無理に食事を抜くっていうようなバランスの悪い食事の取り方はやめた方がいいっていうふうに言われてます。1回の食事の中でも炭水化物やタンパク質、脂質などをバランスよく取るのが大切っていうのは家庭科等で習ったことあるかもしれないんですが、もっと実践的なポイントを今日は紹介したいと思います。まず朝なんですが、朝はですね、腸の消化力が低いっていうふうに言われていますので、ぜひ消化のいい食べ物を摂るようにしてください。消化がいい、例えば卵であればですね、生卵は非常に消化が時間かかるっていうふうに言われています。少し茹でてある方が消化がいいっていうふうに言われてますので、火の入っているものを食べるっていうのもポイントになります。昼ご飯は比較的何を食べても消化力が高いと言われているんですが、ぜひですね、食べるときはゆっくり噛んで、よく噛んで食べるってことを心がけてください。早く食べてしまうと血糖値が急に上がってその後眠気が来たりしますので、ぜひゆっくり食べるっていうのを昼には心がけていただければと思います。夜ご飯は食べたものが体についてしまいますので、ぜひ、炭水化物や脂質は少し少なめにしていただけるといいと思います。食事をとる際のキーワードはバランス。量においても時間においても内容においてもバランスをまず意識して、朝は消化にいいもの、昼はゆっくり食べる、夜は炭水化物や脂質は少なめにするってことを注意してみてください。2つ目は運動。運動でポイントになるのはスケジュールになります。時間があったら運動しようっていうふうになってしまうと、なかなか運動する機会を失ってしまいますので、ぜひですね、毎日なり2日に1回でもいいので、ちょっとした移動の時間や、お昼休憩時間等にですね、ウォーキングやランニングなんてものを、スケジュールするってことを心がけてみてください。スケジュールして実行する、運動する上で大事なのはまず予定を立てるってことになります。運動の量どのぐらいやったらいいか分かりませんって方はですね、ぜひ翌日、疲れが残ってしまう、筋肉痛がすごく残ってしまうってなるとですね、なかなか続かなくなってしまいますので、翌日、疲れ、筋肉痛等が激しく残らないレベルの運動を続けるっていうのがポイントになりますので、まずスケジュールする、そしてどのぐらいのレベルでやるのかは、翌日の疲れ具合を一つのチェックポイントにしていただけるといいんじゃないかなと思います。3つ目は睡眠になります。睡眠はですね、全ての健康の基本って言われてるんですが、睡眠は十分にとる、確実に質の高い睡眠をとるってことが大切です。まずは時間が短すぎないか、そして長すぎる場合も疲れてしまうっていう特徴がありますので、どのぐらい寝ると翌日が非常に目覚めが良くて日中眠気が来ないのかっていうのをチェックポイントにしていただけるといいんじゃないかなと思います。睡眠を一般的に良くする方法としては、朝起きたらしっかり朝日を浴びるということ、そして、夜ですね、寝る前は、ブルーライト、パソコン等のそうディスプレイですね、ブルーライトを出しているディスプレイをあまり見すぎないっていうのがポイントになります。寝る前1時間は避けた方がいいっていうふうに言われてますので、ぜひ心がけてみてください。またですね、夜運動してから寝たいっていう方はぜひですね、ストレッチとか、柔軟体操、瞑想、ヨガなんていうことはおすすめなんですが、筋トレとか激しい運動、心拍数が上がってしまうようなものは少し眠りの質を下げてしまうって言われますので、寝る前2時間は避けた方がいいっていうふうに言われています。睡眠においては質を上げるための、準備をするってことですね。ポイントはブルーライトだとかパソコン等は避ける、激しい運動も寝る前2時間ぐらいは避ける、
そして朝日をしっかり浴びるってことを心がけていただければと思います。はい、というわけで今日はですね、免疫力を下げないための3つのポイント、食事、運動、睡眠について紹介しました。食事に関してはバランスが大事ですよ。運動に関してはしっかり予定を立てる。睡眠に関しては睡眠の質を下げないっていうところがポイントになります。この活動を通してですね、皆さんが得た健康のための How to 自分の取扱説明書はですね、一生の資産になります。ぜひこのボランティア活動を通してですね、自分の健康の取扱説明書、そんなものを作ってみるのもいいんではないでしょうか。